いやこれはだからその石場へ行く道に立ってたんじゃないですかね。それかまあその御嶽さんお参りに行くのにここ使ってる、あところは刻んでないですね。刻んでないですね、この辺も、ね。シンプルで見ない石だけど、こう。まあね、ちょっとあの辺も全部見てみたんだけど、ほとんどわからなかったですね。これがね、あ、これ。わしが前に気がついたんだけどね、これ多分ね、塚穴だと思うんですよ、これ。塚穴。まあ要するに墓地さ。これがじゃあ、あったんです。それで、これが入り口の、まあこれ石、これ塞いでるでしょ。この、こっちにある石引っ張り出して、ここにね、多分これ、中入れないように埋めてある。これ、ここ一帯はね、上の方にもまだあると思うんですけどね。すごい。長谷野川で言うと、東谷古墳って言ってるんだよね。それは、正崎本線に乗ってますけどね。向こうね。向こう側。だからこっちも当然こういうものあったらしいです。ただ、これがそうかもしれないね。ああ、これね。これ。この辺ね。これ、まあ、そうかもしれない。これ、そうだと思います。